はい、こんにちは。オンラインウォッチアカデミー藤本です。今私はね、この旋盤を前にしていますけれども、どんな作業をするかというと、クラスプの部品作りです。今回修理で預かったこのパーツは、クラスプはですね、端っこにあるバンドを止める T 字型になる、ね、パーツが紛失してなくなっています。で、これが簡単に手に入ればいいんですけども、中には手に入らないものもあるので、そんな時にはこういう素材から加工して取り付けるということをしていますので、その様子をご覧ください。作る部品のイラストをね、ざっと描きました。もう紛失して私の手元にはないので、想像して描くしかないです。片方の軸は直径が 1.8mm、 先端部の径が 1.4mm、 長さはね、ちょっとこれから決めます。その反対側には同じく 1.8mm の部品で、この部分に来るような、そういう設計にしました。というわけで、このもともと 1.8mm の素材をですね、加工するところから始めます。はい、ちょっと辛かったんですけども、切断が終わりました。この後旋盤で実際の切削や、ネジ切りをしていきます。この先端から 4mm 分直径を細めます。細めたい直径は 1.4mm、 4mm 分の長さをこのコンパスで描きます。測るのがね、なかなか大変なので、目安として 1.4mm のドライバーを近くに置いておきます。はい、長さ先端から 4mm 分まで、直径を 1.4mm まで細くしました。この後、先端の半分をダイスを使って、これですね、ネジを切る、こういう作業をしていきます。最初のね、1回目のネジ切りはうまくいったと思います。3回に分けてネジ切りをしました。 M1.4、 長さ 2mm 分のネジ山ができました。は今おネジ側なので、これに対する目ネジ側をこの後切削します。深さはおよそ 3mm、いきなり 1.1 の穴を開けるのがきっとね、大変だと思うので、まずは 1mm のドリル刃を奥に送っていきます。2段階ですね。
今こちらに持っているおネジがメネジに入るのを確認したら、切削は終了にします。本当はね、もうちょっと奥まで入れてもいいんですけども、作業性がね、非常に悪いので、リスクを考えて、これぐらいにしておきます。これぐらいねじ込めれば、途中で緩むとか、そういうトラブルは防げると思います。はい、無事に切削が終わりました。この部分を細くして、先端はおネジを切りました。おネジと、ねじ込まれる相手の目ネジはこちらになります。反対側にはタップを使って、目ネジを切ってあります。ネジなので、ドライバーで回す必要があるので、反対側には糸のこで溝を作りました。素材がね、ステンレスでちょっとね、切削が大変だったんですけれども、無事に作業が完成したので、この後、このクラスプのこの部分にそれぞれ取り付けをして完成にします。この部品、取れる前のね、あの形私見てないので、想像で作ったんですけれども、このようにクラスプに取り付けて違和感なく使えるようになったと思います。ステンレス製クラスプの部品の修復でした。